はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。今週は全体的に画面が青っぽいですけど、仮面ライダースペクター祭りですね。まずスペクターの武器のグーパー拳銃デラックスガンガンハンドです。定価は4500円で今回は3600円。スペクターゴーストアイコンも付属してますから、これでゴーストドライバーを使ってスペクターに変身できますね。信長もいます。そしてガンガンハンドに合体するゴーストガジェットシリーズ02コブラ携帯です。定価は2800円で今回は2240円。携帯がコブラに変形して、さらにガンガンハンドで鎌モードになると、ツタンカーメン魂が使えますから、それに合わせてツタンカーメン魂のソフビが発売されたのと、早くもデラックスゴーストアイコンが出ました。価格はロビンと同じですね。さらにゴーストチェンジシリーズ03仮面ライダースペクター、定価は3200円で今回は2560円。作りとしては俺魂とほとんど同じっぽくて、武器と顔と色が違うだけですよね。今回もフードの取り外しはなし。同じシリーズのゴーストを使うことで着せ替えも可能。まだテレビには登場してませんけど、スペクターがエジソンを装着すると角は2本ですけど、色とかは変わんないんですね。そう思うとこの着せ替えは角が1本の分、完全再現はできないんですね。そしてプレックスの新作のミニコンドル電話、定価は980円で今回は780円。もちろん変形もしますね。ニンニンジャーから、おそらくニンニンジャーの最後のデラックス玩具でしょうか。最強忍と忍者激アツと、定価は4980円で今回は3980円。激アツとプラス終局忍手裏剣、謎の新型忍手裏剣が入ってて、本体カラープラスここの文字も変わってますし、サウンドとかも変わってるみたいですね。お、まさかのなりきり遊びもできるそうです。へー、意外といい。ちなみに噂によれば、同じような時期に発売したデラックスギガガブリボルバー並みに生産数が少なめということですから、クリスマス前にはなくなる可能性がありますので、早めに買った方がいいかもしれませんね。ギガガブリボルバーとかも本当に一瞬でなくなりましたもんね。そして前々から楽しみにしてた HG スーパーフミナも出ました。定価は1800円で今回は1260円。サンプル画像はなんか可愛いっぽかったんですが、パッケージの横のスーパーフミナの顔を見る感じ、若干怖いというか、実際作るとどうなるんでしょうかね。少しイメージと違うかなっていう風に思いました。それと昨日からマクドナルドで商品プラス450円を払えば、オリジナルカレンダープラスシールとか限定歌メダルもつくんですよね。絵柄がドナルドとジバニャンが並んでて、ユニット曲らしいですから、後で聞いてみましょう。ということで今週はおそらく明日以降に登場しそうなアイテムがたくさん出ましたので、まずはこの後一気に開封しましょう。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。